野田聖子少子化担当大臣は今日、子ども関連政策の司令塔となる子ども庁の創設の時期について、2023年度になるとの認識を示しました。政府は、近く組織の基本方針案をまとめ、来年の通常国会への設置法案の提出を目指します。